京都駅からバスに乗って伏見稲荷大社を目指します。ちょうど桜の季節とあって川岸には桜が美しい姿を見せています。私はバスで来ましたが、京阪電車で来ることもできます。コロナ対策で手水舎は閉鎖されていました。手を洗い、口をすすぐだけですが、これをやらないと汚れたまま神様の前に立つようで気が引けます。修学旅行と思わしき一群が記念写真を撮っていました。ちょうど神事が執り行われていて、本宮は撮影を遠慮するように警護の方が教えてくれます。そうそう、これもびっくりしましたが、警護官がいるのです。彼らは一言も話しませんが、すべてをコントロールしていました。伏見稲荷といえば鳥居ですね。しばらく鳥居を映像でお楽しみください。全然。
ただ赤い鳥居が立ち並んでいるだけかと思っていましたが、一つ一つの鳥居には誰がいつ建立したものであるかが書かれています。そして鳥居を奉納したい人々が多く待たれているそうです。知らなかった。境内には重かる石がありました。灯籠の前で願い事をして灯籠の上の石を持ち上げます。自分が想像したよりも軽ければ願いは叶い、重ければより一層の努力が必要とのことです。とは言いませんが、緑の森に抱かれているようで柔らかな気持ちになります。木とは逆に見ていますが、川岸の桜は目を楽しませてくれます。市営バスは AT でしたが、止まる時にはエンブレが効いていました。昔は大型車には AT はなかったと思うのですが。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。